皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2017年公開の、アトミック・ブロンド。現代、アトミック・ブロンド。監督はデビッド・リーチ。脚本はカート・ジョンスタッド。主な出演は、シャーリーズ・セロン、ジェームズ・マカボイ、ジョン・グッドマン、など。1989年、ベルリンの壁崩壊直前の冷戦末期、MI6 の諜報員ロレーンは、最高機密リストの奪還と裏切り者の二重スパイを見つけ出すよう命じられる。ベルリンに潜入したロレーンを待ち受けていたのは、世界各国のスパイだった。真実も、嘘も、敵も、味方もわからない究極の状況か、果たしてロレーンと世界の運命は、というストーリー。コミックザ・コールデスト・シティを映画化。モンスターやマッドマックス怒りのデスロードなど、作品によってガラッと雰囲気が変わるシャーリーズ・セロンだが、本作では体を張った肉弾戦を披露。まさに女性版ジェイソン・ボーン。前半は政治的な小難しい話が続くが、後半の畳みかける展開に飲み込まれる。痛みをリアルに表現したアクションは迫力満点で、特に階段のシーンは一見の価値あり。ということで、評価は。サムサム。